沖国はかつて日本の地方行政区分だった両政国の一つ。山陰道に属する。平常群木間には陰気国と表記されている。六国史の表記過程では、俗日本期に陰気や沖と表記され、日本語期以降は沖に統一されている。沖諸島は日本海にある島根県所属の島々である。島根半島から北東へ。 約65キロメートル、日本海にある、沖諸島は、大小180余りの島々から成り立つ、群島型離島。西の島、中の島、千振島と島後の4島に人が住み、島後に対して、全3島を島前と呼ぶ。古墳時代に、天八元津彦命の後衛が、壱国像に任命され、その支配領域は7世紀の律令制を帰国に、引き継がれた。 和名類受賞によれば、国府は、周吉軍にあった。現在の沖軍は沖野島町で、稲増、横田、河野玄遺跡、原田地区と推定されるが、遺構は発見されていない。沖国分寺系大史跡日置国部天マデラと、説明版、演技式内社、水若須神社僧者、一宮以下、大日本国一宮家、大日本国一宮家では、揺ら日女神社を一宮とするが、 実体から言って水は赤須神社が一宮であったと、される。二宮以下はなし。沖は、入る地であり、後鳥羽上皇や五代五天皇などが流された。現行二年に、五代五天皇は、沖える在となる。沖での五代五天皇の安在所と伝えられる土地は二箇所、あり、島根県西之島町の天皇山には、天皇の安在所と伝えられる、黒木御所市や黒木神社、 長期のあの連氏の参議局や式跡や監視を行っていた見つけ島などの史跡が存在し、古文書も保管されている。一方、国分寺の存在した沖野島町にも安在所があったと伝えられている。天子氏は、沖野守護代から守護となり、沖を支配したが、天子氏の滅亡とともに、沖国は、毛利氏一門の吉川元春の支配となった。 その後、三男の吉川京ことに、沖一国が分与されたが、後に京ことが、吉川氏を相続したために再び、吉川宗家の所領に吸収された。沖は、松江藩の文国となったが、寛永15年以降は、天領となった。鎌倉幕府室町幕府。ありがとうございます。